小胞体に分泌されるタンパク質を組み立てているリボソーム分子マシン、もしくは分子機械はミクロスケールあるいはナノスケールで制御された機械的動きを起こす分子あるいは分子複合体である。大きく分けて生体分子機械と合成分子機械がある。生体分子機械は生体内に存在するタンパク質で分子モーターとも呼ばれる。 方向性のある動きによって何らかの機能を発現する。これらのように明らかな方向性を持ち、比較的大きな動きを起こす分子モーターでなくとも、多くの酵素はその広い領域でのコンフォメーション変化が起こることで機能を発現している。このことから、一般に酵素などのタンパク質のことを分子機械と呼ぶこともある。合成分子機械は、有機化学的に合成された分子マシンであり、 光、熱、pH 変化、酸化還元などの外部刺激に応じて分子の構造が変化する。ナノテクノロジーの中で科学的な領域の一角を占めるものとして注目されている。といった例が実現されている。具体的にはそもそも有機分子は多少なりともコンフォーメーションの自由度を持っており分子の形状を変化させることができるため合成分子機械を定義づける条件は 定まりきっていない面もある。現時点では、という性質を持つ分子を分子機械と呼ぶことが多い。近年、上記の ATP 合成酵素に人工的な改変を加え、その機能を人工的に制御、利用しようとする試みも報告されている。生体分子機械は、複雑に形作られたタンパク質ユニット間の相互作用による高度に洗練された動きや、 生体内での機能を持つものである。それに対し、人工分子機械は、有機合成的に作られているために比較的シンプルな構造を持っていて、実用的な機能を持つものは、ほとんどなく、発展途上の研究分野である。コンフォーメーションの帯域的な変化、複数のユニットの強調した動きといった、生体分子機械の動作機構の特徴が明らかになりつつある現在では、 人工分子機械の将来性を期待する根拠として生体分子機械の洗練された高効率、高選択的な機能がタンパク質の機械的な動きによってなされているという事実が重要となっている。生体分子機械は一般的に ATP をエネルギー源として動くが ATP 合成酵素のように膜の両側のプロトン濃度勾配によるエネルギーを駆動源として 逆に ATP を合成するものなども存在する。合成分子機械を駆動するための刺激としては、光、プロトンの負荷、脱離、酸化還元、他の物質との化学反応といったものが用いられている。分子機械は、カテナン、ロタキ酸といった絡み合った分子を用いた系が多く研究されていて、その分野の研究者が多い。2016年には、 分子マシンの設計と合成の先駆的な研究を行った3名の研究者にノーベル化学賞が授与されることになった。ありがとうございます。